ロバート・フォーチュン・ドバート・フォーチュンは、スコットランド出身の植物学者、プラントハンター、商人。中国からインドへ茶の木を持ち出したことで有名。スコットランド、ベリックシャーの小村エドロム生まれ、エディンバラ植物園の庭師となり、ついで、ロンドン園芸協会付属植物園の温室係となった。アヘン戦争の講和条約である1842年の、 南京条約により、香港がイギリスに割上され、また後港が開港されると、中国産植物に関心を持っていた園芸協会によって、フォーチュンがプラントハンターとして派遣されることとなった。フォーチュンは1843年7月6日に香港に到着。緑茶と紅茶は製法が違うだけで同じ茶の木から作られることを発見し、 それぞれが別紙とされていた定説を覆した。外国人は、開港地周辺以外への立ち入りは制限されていたため、植木屋や中国人が花木を植えていた墓地で植物を収集したが、中国人に噴して蘇州まで行ってもいる。また、マニラも訪れ、ラ乱の一種ファレノプシスアマビリスを入手した。八百四十六年五月、フォーチュンは、連行族、タニウツギ族、 スイカズラ族、シモツケ族、カリガネソウ族、ガマズミ族など250種の植物と共にイギリスに戻った。フォーチュンはウォードの箱を最初に本格的に用いた人物であり、この時の輸送にウォードの箱が用いられている。1846年、フォーチュンは東インド会社の社員として茶のインドへの導入のため中国へ派遣された。フォーチュンは 中国内陸部を旅して、茶のほかクレマチスラヌジノサなどを入手した。茶の苗や種子は、ボードの箱を用いて運ばれて、輸送に成功し、インドでの茶生産の増大をもたらした。フォーチュンは、カルカッタで茶の栽培や、茶製造の指導を行った後、イギリスに戻った。フォーチュンは再び東インド会社によって、 中国に派遣されることとなり、1852年12月に中国へ向かった。当時太平天国の乱の最中であったが、尺投げの荒廃上重要な種となるロドデンドロンフォーチュネーを発見した。1858年、フォーチュンはアメリカ政府の茶の木採集依頼によって中国を訪れた。中国滞在中に日本の開港を聞くと、フォーチュンは 日本行きを決めた。フォーチュンはまず、長崎を訪れ、住人が花好きであるとの印象を抱いている。また、来日していた、シーボルトのもとも訪ねている。1860年10月13日に、横浜に着き、豊賢県寺で見た、高山木に感動した。フォーチュンの目的の一つに、新葉樹の種子の入手があり、素晴らしいアスナロがあるという寺を訪れた際は、雇っていた。 案内人と共に木に登って、種子を手に入れた。植木村では、その大規模さや、サボテン、アロエ、福祉屋などが、すでに導入されていることに驚いている。また、菊や青木も入手した。青木は、フォーチュンの来日の目的の一つであった。青木は、私有一種だが当時ヨーロッパには、メカブしかなく結実しなかった。フォーチュンによって、オカブが導入されたことで、ヨーロッパでも、 青木は赤い実をつけるようになった。入手した植物をイギリスへ送るため上海へ行った後、1861年4月に、フォーチュンは再度日本を訪れた。フォーチュンは植物のほか、昆虫も大量に採集した。1861年7月には鎌倉などへの観光に出かけた。この時、山百合の群生を見つけ、自分で掘り起こしている。ロンドンで没。 日本人の国民性の著しい特色は、庶民でも生来の花好きであることだ。花を愛する国民性が人間の文化的レベルの高さを証明するものであるとすれば、日本の庶民は我が国の庶民と比べるとずっと飼っていると見えるという言葉を著書、幕末日本探訪記江戸と北京に残している。フォーチューンは植物の学名で命名者を示す場合に、 ロバート・フォーチュンを示すのに使われる。ありがとうございます。